メグロのサンマ。メグロのサンマとは、落語の話の一つである。サンマという芸を、低級な魚を、庶民的な流儀で無造作に調理したらうまかったが、丁寧に調理したらまずかった、という滑稽話。落語界の中では、秋の話としてよく知られている。成立時期は不明。三代目、三遊亭金馬が得意としていた演目である。殿様が、メグロ。 場所については、口述まで遠乗り、あるいは高狩りに出た際に、友が弁当を忘れてしまった。殿様一同服をすかせているところに嗅いなことの、ない、うまそうな匂いが漂ってきた。殿様が何の匂いかを聞くと、友は、この匂いは月庶民の食べる、月魚、サンマというものを焼く匂いです。決して殿のお口に合うものではございませんという。友様は、 こんな時にそんなことを言っていられるかと言い,い、共にサンマを持ってこさせた。これは、網や、串、金属、豆飯などを使わず、サンマを直接炭火に突っ込んで焼かれた、温房焼きとばれるもので、殿様の口に入れるようなものであるはずがない。とはいえ食べてみると非常に美味しく、殿様は、サンマという魚の存在を初めて知り、かつ大好きになった。それからというもの、 殿様はサンマを食べたいと思うようになる。ある日、殿様の親族の集会で好きなものが食べられると言うので、殿様は、世はサンマを所望するという。だが、庶民の魚であるサンマなど置いていない。急いでサンマを買ってくる。サンマを焼くと、油が多く出る。それでは体に悪いということで油をすっかり抜き。 骨が喉に刺さるといけないと骨を一本に一本抜くと、サンマはぐずぐずになってしまう。こんな形では出せないので、ワの中に入れて出す。日本橋魚菓子から取り寄せた新鮮なサンマが、家臣のいらぬ世話により、醍醐味を台無しにした状態で出され、これは、帰ってまずくなってしまった。殿様は、そのサンマがまずいので、いずれで求めた、サンマだと聞く。はい。 日本は塩菓子で求めて参りました。うーむ。それはいかん。サンマは、メグロに限る。殿様が、海と、無縁な場所。メグロで獲れた魚の方がうまいと信じ込んで、そのように断言する、というくだりが落ちである。世俗に無知な殿様を風刺する話でもある。後半については、最初に、メグロで食べてきた殿様ではなく、 その美味しさを吹いされた他の殿様たちのうちの一人が、去ればよも、と諸紋したところ、やはり台無しなワンモノを供されたため、最初の殿様に苦情を申し立てて、落ちの問答につながるというパターンもあったが、現在ほとんど演じられていない。この話は、作者不明の古典であり、現在演じられている内容から背景を特定する、ことは困難である。また、当時の、は、 現在よりも、さらに広範囲を指していたが、その事物を縁者が好きに織り込んだため、あたかも実は由来の話と思われており、そのため地元の観光素材などに用いられている。そもそも殿様が目黒に行ったのは、遠乗りであるという設定と、高狩りであるという設定があるが、縁者の言葉の選び方の域きない。当時の目黒は、現在よりも広い範囲を指すもので、 特定できる要素は少ない。江戸時代、将軍は広大な高刈場を複数持っており、単に五条とも呼ばれた。その中の一つが、目黒筋である、旧称品川。文化2年に、目黒筋、御イ図によれば、目黒筋御バの範囲には、馬米、現在の大田区西島米など、瀬戸谷、現在の瀬戸谷区ほぼ全域及び、小前市、麻布、品川、 駒場といった非常広い範囲が含まれる。なお、江戸期に、目黒筋高刈場の番人の屋敷であった場所は、現在高番と呼ばれている。以下は、話の中には出てこないが、話の成立背景を想像する上でのお楽しみ、として語られていることである。高刈場近辺に、 徳川幕府の日後下にあって繁栄した目黒不動があったが、高刈目黒不動産系の後近辺の茶屋で休息したと言われており、その話が成立のヒントとなったという説を地元ではとっている。この茶屋は、彦四郎という名の百姓が開いたとされ、将軍家光が彦四郎の人柄を愛し、G、G と呼びかけたことから、G が茶屋という名がついた。この G が茶屋は、 歌川広重の名所江戸百選にも題材とされている。位が茶屋の場所について以下の二説がある。ただ、そこで、サンマが供されることは、ゲウオというサンマの位置づけと、それを供することの無礼を考えればあり得る話ではなく、実話を題材とした説には無理があると言える。赤い御門守るとする、あるいは単に叱る五大名とだけ描き、 名前を伏さない演出も多い。もちろん、実在の殿様とは関係ない。二代目、金五郎子さんの設定では、殿様を、出雲国、出雲の国なので、雲州とも呼ばれる、松江藩藩主、松平や、松平では守るの当主としている。この設定を以降多くの落語家が踏襲している。何代目かは特に設定されない。話の設定は、官営年間にとっているので、 松平直政とも推察できる。林や彦六、稲荷町は、この殿様を、徳川将軍家という設定にした。殿様が後で食べるサンマを、江戸、日本橋で水揚げされたものとせず、徳川後三屋の一つである三戸で水揚げされたものとする、スケールの大きな話に仕立てている。殿様が御殿で後に食したサンマは、蒸気のように日本橋で買ったもの。 安に高級であることを示唆。ただし、ヒコロクのみ異なる描写であるが、最初に、目黒の茶屋において食べたサンマは、どこでに入れたものか。話の中に、それを特定する根拠は何もないが、愛好者の間では、以下の諸説が語られている。これは、最初に、将軍の口に入ったのが、新鮮でないサンマか、新鮮なサンマかという違いでもある。ちなみに、 築地にはこの頃魚市場は存在していない。芝浜の魚市場、ザコバは、現在の港区にあった。そこでサンマを購入し徒歩で茶屋まで運ばれたという説で、ある。花鹿の古今亭、新港、柳屋三次、柳屋金子、三遊亭金魚、1901から1994年の説によれば、江戸時代にはメグロは、 芋の産地で行商が盛んに行われていたが、メグロの芋の大需要地が東海道品川宿と大きな魚市場が当時存在していた芝であった。メグロは朝早く出て領地にて芋を売り、その代金で芝のサンマを買って昼過ぎに歩いてメグロに帰るのが行商人のパターンの一つだったという。メグロは新鮮なサンマが手に入りやすい場所だったという説がある。 メグロは、メグロ川川口、現在の天王図あたりとなるの雑魚場から上がった、新鮮な近海魚が入手できた場所だからということである。しかしこの雑魚場の位置が明確でない、メグロ川川口には、雑魚場は確認できない。芝浜の雑魚場と同じかもしれないのでそもそも真偽、不明である。また、この話の趣旨、海と無縁な場で食した魚がうまかったにも反する。 目黒川に遡上したサンマを農民が捕獲したものとも言われる。現在でも目黒川川口はボラスズキハゼ等の食用になる魚が生息する。1980年代前半に東京湾で大量にサンマが発生したことがあり、そのサンマが江戸川等の東京湾流入し、河川に遡上したこともあった。輸送が不便だった当時は現場ですぐ淡路を薄地を当てた。 九十九里浜で獲れたサンマは、速度の遅い和泉で一昼夜かけて、日本橋の魚菓子に運んだ。このサンマは、興味が定まっていて、何ら出を加えなくてもよかった。目黒近辺は、里芋の産地であり、この里芋と前日の塩漬けサンマを、日本橋で、ぶつぶつ交換していた、という説もある。この話にちなみ、1996年9月に、目黒駅を挟んで、 目黒の三馬祭り、目黒の三祭りという二つの祭りが生まれた。二つの祭りは毎年開催日がずれており、双方とも楽しむことができる。開催日がずれる最大の理由は、品川区上大崎の三馬祭りが岩手県宮古、目黒区の三祭りが宮城県気仙沼で水揚げされるものを使用するためであり、それぞれの旬に合わせて一から二週間ずれている。 どちらも露天の下で焼かれたサンマが無料で振る舞われる。2011年は東日本大震災によって、宮古、気仙沼ともに大きな被害があったが、各関係者の努力により、祭りが二つとも挙行された。目黒駅前商店街振興組合青年部主催、品川区役所公園による、地域行事、目黒のサンマ祭り。 目黒区民祭り実行委員会主催、目黒区、目黒区教育委員会公演による行事。この祭りの一部として、目黒の三馬祭が行われる。目黒の隣にあたる渋谷区恵比寿では、恵比寿恵み聖商店会、隣の三馬祭り実行委員会共催、隣の恵比寿三馬祭りが2007年から開催されるようになった。時期は10月。会場はビール坂。 東京タワーでも、三陸、大船と東京タワーさんま祭りが開催されている。また、全国のさんまの水揚げ地で、同様の祭りが模様されるようになり、目黒駅前で始まった行事のパターンは、今や全国に受け継がれている。目黒区立図書館はマークとして、さんまのイラストを採用している。図書館利用カードにもこのマークが描かれている。また、館内のオパック端末は、 三馬くんという呼称が付けられている。1999年に目黒区で配布された地域振興圏には三馬が描かれていた。類似する構造の話にネギマの殿様というのがあり、五代目古今庭今助が得意とした。お忍びで外出した殿様が立ち並ぶニューリアの匂いにつられ、ゲゲの食べるものだからという家来の声に耳もかさず、 醤油損に腰掛けて、ネギマ鍋を食したところ、非常に気に入る。屋敷に戻った殿様は、あの、にゃーを食したい、と所望する。料理係は、にゃーとは何かと頭を抱えるが、家来から話を聞き出し、ネギマ鍋だとわかる。しかし庶民が食すものをそのまま殿様に出すわけにも、いかず、ネギもマグロも、丁寧に下ごしらえして作った結果、 味もそっけもないものができてしまい、殿様は気分を悪くしてしまう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。